省エネの達人企業編。今回は神奈川県川崎市のこちらの会社にお邪魔しました。株式会社 YDK。 コンピューター制御機器や半導体製造装置などの開発、製造、修理などを行っています。スタッフから見た今回の達人の省エネ度はすごいんです。 200%、 300% ぐらいです。早速達人真島さんを直撃。まず達人が着目したのはゴミの分別でした。川崎市の分別方法ではありますが、捨てればゴミ、分ければ資源。達人の思いが伝わります。そしてこちらはクリーンルームといいまして、ゴミが入らないように空間を設定をしております。ここで達人の技が。こちらの方の吸気ファンというものがですね、外気を取り入れるファンを制御しておりまして、外気を取り入れる量を夜間休日減らすことによって、空調負荷を減らすことによって電気使用量の削減を図っております。であとブースターファンというのが8台あるんですけれども、こちらは中の空気を上から落とすようなファンになるんですけれども、こちらも同じく夜間休日の回転数を減らすことによって電気使用量の削減を図っております。平日休日夜間でメリハリをつけたのですね。実際の作業に支障はないのでしょうか。クリーンルームとしての環境が損なわれるんじゃないかっていう、思いもあったんですけども、実際に、まずは実験をしたんですね。結局能力的にも環境的にも問題ないであろうということで、インバーター化を進めまして、さらにこんな発案も。今1階と3階にクリーンルームありますけども、1階の方に全て移動して3階を一時休止と。そうするとだいぶ違うと思います。一方こんな協力も。お客様立ち会いのもと、クリーンルームでチェックする際、電力ピークを下げるために夏場は装置を立ち上げる時間を、配慮していただきまして、時間をずらして立ち上げるようにしていただきまして。問題はありませんでしたか。15% 削減を目指しますというふうに大々的に掲示をさせていただきましたので、心よくご了承いただきました。そして CO2 削減のために遮熱フィルムも採用。サンプルで貼っていただいたところに温度センサーをつけていただきまして、温度の差を見ていただきました。そうしましたところ、1月なんですけれども、貼ってあるところと貼ってないところ、5度温度差が違いまして、内部に入ってくる温度熱を下げるということで今回導入をしております。導入していただいた分を、一定金額、メーカー様の方からインドの発電の方に寄付をして、CO2 削減に協力したということで、こちらの工場全体としては110キロの CO2 削減に協力したというふうにご評価いただいております。皆さんの省エネとは。一般市販車も非常にこう燃費効率のいい車も出ておりますので、そういった車に置き換えると。続けていくという意識を常に持ちたいですね。作業時間を短くして、やっぱり無駄な電気を使わないっていう、微々たる効果だとは思うんですけど、そういうことを心がけていくしかないかな。来週はさらに達人の凄技をご紹介します。お楽しみに。この番組は日本テクノの提供でお送りしました。そんなこと全然気にもしなかったことを気にするようになりました。これはすごいものですね。感動してます。みんなが目で見て本当に分かるようになりましたから。あらゆる分野で実績を上げている日本テクノのスマートメーター、エリア。ケチとエコは違うので、挑戦ですね。みんなが幸せになれる日本テクノは皆様の笑顔を応援します。地球は青かった。この青い地球をいつまでも。省エネは小さなことから、できることから始めます。電気の見える化、電気の明るかで省エネ活動を応援します。電気のことなら日本テクノにお任せください。あなたの知恵袋教えてください。